目がめっちゃ痒いんですよね。なんで？でも肌の調子は良い。目がおかゆいということで。そう、花粉症なんですよ、私。花粉症。そうなんですよ。そう、普通に中3じゃ高校生になったぐらいから秋の花粉にも秋の花粉にもねちょっと手を出し始めたというかちょっとそうなんですよね。高2ぐらいから徐々にって感じですね。そうなんです。花粉症でくしゃみ、鼻水すごかったです。そうで、そう、秋花粉ってあるんですよ。でも本当に少数、割と少数じゃない？春花粉は結構出る人出るんですけど、秋花粉は私お友達が本当に2人とかは知ってますけど、秋花粉出てる人出てる人っていうか、秋花粉でもう目オアなんだがみたいな。とかめっちゃもう鼻がみたいな人ね、結構ね少なくない？でもそんなにね、厄介食と、よもぎ、かなむぐら、たくさ、へえ。ブタクサ、ブタクサって聞いたことある？ブタクサ有名ですよね多分。そうなんです。あとはもう乾燥、私乾燥あれなんですよ、ドライアイで。そう、ドライアイなんです。ドライアイで乾燥でかゆいっていう場合もありますし、秋になって特に目がかゆくなったのでもう花粉ですね絶対っていう。でもなんか私冬になったら鼻が詰まるんですね。で最近夜寒いからか分かんないですけど、夜めっちゃ鼻が詰まるようになってきて、ちょっとやっぱって感じです。いや本当に鼻詰まんないのって結構リアルにきつくて、きついじゃないですか。まあでもね、ブルーライトは結構目傷つけますからねって言って、私もねもう一生スマホ見て、本当に一生スマホ見てるんですよ。まあ職業柄っていうのもありますけれど、ハウスダストもあるんです。ハウス本当に一生ね目がかゆいんです私。
けど花粉の時期はもうやばいので、あの触らないようにしてます。静電気もひどくない？静電気、そう、私静電気女なんです。あ、ホース、そう、静電気女でめっちゃプラスティック、そう、おお、めちゃめちゃハートを送ってくれる。日差し浴びるとくしゃみ出るし、太陽アレルギーやないかい。私も そのタイプ。あの本当に太陽を、あ、もう太陽をパーンって差し込んだ瞬間にくしゃみ出るよね。山本さん、ハートありがとうございます。 Thank you。 そうなんだよね、もうほんと花粉を克服したい。別に他に 何のアレルギーがあるかわかんないですけど、アレルギー検査したことないからね。けど明らかに花粉は絶対もうそれはそうって感じで、それはそう、何もかも当てはまる女。本当にあのね、普通っていう類が一番似合いますね。飲み薬で、あんまりこの、なんて言うんだろう、体にお薬をあんまり入れるのがあんまり好きじゃないんですよね。まあでも、花粉のお薬は、春とかは本当にひどくて、まあ、秋はね、そんなになんですよ。言うて。てか前髪終わってんだが。秋はそんなになんです。なんですけど、春ね、春はもう本当に目もかゆいし鼻水もやばいしみたいなって状態になるので、さすがにお薬をもらってます。もらってますよ。花粉。ゴーグルつけてる人いるけど、それは嫌ですね。私メガネが嫌いなんですよ。あの普通に伊達目とかなら軽くていいんですけど、てか伊達目も似合わないからあんまりね、かけないんですけど、こう、これガチメガネでも、私ガチメガネももう見えなくというか、本当に私これ中2の時から使ってるんです。そりゃね、それ慎重しないとさ、あかんじゃないですか。そう。あ、でも全然見えちゃうもんね。怖い。だけどね、ピント合わせないとダメだわ。こう、ピッて見て、ビューンってあの、あれが合う感じ。そう、今日暗めだね。あ、明かりはね、実は私この時間
この時間っていうかあんまり、ね、電気をつけないんですね。まあそれだからっていうのもあるかもしれませんね。皆さん電気明るい中で過ごしましょう。私はですね7時ぐらいになると、まあ本当に隅っこの電気を1個つけて過ごすんですよ。お友達いるの？ お友達いてほしい。いるよ、吉田と宇多田っていう、お友達が。中2から変えてみないと視力よく見てさ。いやね、本当に、乱視がすごくて、私、あれなんですけど、コンタクト。乱視がすごくてね、コンタクトを新調しないといけないので、今日は高さんに行ってきました。あ、やっとですか。は、竹本さん、ハートめっちゃありがとうございます。めっちゃハート。間接照明、そう、間接照明欲しいんです。あたい、間接照明。二十歳くらいになると目が悪くなる速度が低下するんだけど、あ、そうなの？やった。暗めの方が落ち着くんですよね、私。海の上からショールーム見てるよ、マジで。Thank you、台湾の方。コンタクトはでもやっぱり、お仕事柄つけないと生きていけなくて。そうなんです。けど、普通の、このド入りメガネ、ド入りメガネをおしゃれなメガネにして、もう普段普通にド入りメガネで生活できるようにしたいなってはあるんですけど、私ここが嫌なんですよ。ここがここがね、このわかりますか、これ、ここが鼻にここをなるのが本当に嫌で、そう、このかかるここがめっちゃ嫌で、そう、うわっってなるね、うわっってなるから、えっってなるからあんまりつけないですね。暗いと見えない、老眼って暗いと見えないの？漁船で漁師さん手伝い、船めっちゃ入れる手伝いをせえ、ありがとう、お船の上から見てくださって。でも気持ち悪くならないようにね。暗くしすぎてよく寝落ちしてます。あ、それはそう。でも暗くしても私、空気清浄機を常につけてるんですけど、空気清浄機の明かりがちょっとブルーなんですよ。そう、ブルーといっても、空気が正常な時、パナソニックだっけ、なんかブドウみたいなマークのやつ、あれを使ってるんですけど、あれ使ってる方は分かると思うんですけど、いい感じの時は青になるんですよ。で、香水振ったりとか料理の匂いがこう充満してたりとか、あとね、本当に何だろう、こう匂いとか花粉とかにすごい敏感らしくて、プラズマクラスターか、なんかそういうやつ、敏感らしくて、香水シュッてしたら、なんかめっちゃ赤くなるんです香水とかしたら、シャープかな、わかんない、なんかさ、ブドウみたいなマーク、あ、待って、はいはい、はぁ、オーマイゴーシュ、やばい、これ何だ、イオン、プラズマクラスター、クラスターシャープです、シャープでした。ね、香水使ってますね。いや、癖なんです。どうした、私ね、今どうしてもホット
ホットビスケットが食べたくて、今日ホットビスケットを実は作ってたんです、先ほど。プラズマクラスターっていうの、そう、香水シュッてしたらさ、ビスケット作った。でも分量適当に作ったんだけど、意外といけてるかもしれない。漁船から見てんのやばいよね。コンタクトしないとショールームの文字が見えない。あ、そう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 、結構見えない。だからこの辺まで行ったら見える。だから私さ、たまにコンタクトしてないショールームするんですけど、もう多分こうなってる。めっちゃ最高。船長も一緒にショールーム見てて、ミスサキさん美人って言うてる。おお、船長 I love you。 今の早い、わかん、ちょっと待って、持ってくるわ。じゃあ今は食べないけど、持ってきた1個。え、やばい、初めてにしては出来が良い。こんな感じ。三重県沖ですよ。あ、全然日本だった。全然日本だった。オーブンをみんな持ってますか？なんかオーブンとなんか全部入ってるやつですね。オーブン、レンジ、あれなんだっけ、自分で作ったよ。めっちゃ上手、想像より本格的でした。私を舐めてかかったらあかんよ。え、めっちゃうまくできて、私がびっくりしてます。作った。え、食べちゃう？これ朝用にさ、作ったんだけど。いいじゃんよ。いいじゃんよ。とか言って。あと15分しかないので、朝食べようかな。電子レンジは普通あれば、オーブンはない家が多い。そうなのね。なんか電子レンジとオーブンと、なんかなんやって。
酵してないの。発酵しないで作れるやつ。あのね、強力粉と強力粉七茶茶って強力粉と無塩バターと牛乳110g とかっていう材料3つ出来たて食べよう。マジ食べちゃう。食べたい食べたいんかい食べたいんかいやばい、シンプル天才って言うてね、言うてますけど、やばい、美味しそう。ちょっと後で写真撮って友達に自慢しよう自慢しよう。作ってオーブンレンジ、お値段高い。あ、お値段高いんだね。これうまくで、これうまくでき、まあいっかいっか、もう一回分ね作れる。あとね、しかもこれまだ向こうにあと4つありますし、余った生地をめっちゃ適当に置いた丸いビスケットがあるんですよ。一個ドーンってでかいやつ。だからあれを朝食べようかしら。しかも私ホットケーキシロップなんて持っちゃってます。すいません、開けさせていただきます。絶対美味しいので。おっとっとっと、一つか二つ欲しい。意外と欲張り、意外と欲張り。いただきます。あー、たらーん、たらーん。川原美咲自作ビスケット。はあ、こんな時間に食べていきます。こんな時間って言うとまだ12時回ってないしねとか言って私ちょっとバグってるんで、時間感覚。いただきます。待って、大成功。明日ケンタッキー行こう。明日はケンタッキー行こうみんなケンタッキー行くやん。やば、大成功。そしてチキンを買ってしまう。そう、ビスケット、ホットビスケット、あのセブンでね、今ねホットビスケットっていうの売ってて、私それが大好きなんですよ。セブンイレブンに冷凍コーナーのところにホットビスケットっていうのが存在してて、それがすごく大好きなんですけど、でもやっぱり買うとさ、いいお値段しますし、オーマイガーシュ、ごめんなさい、初めて作った。あー、今湯気見えますか。湯気が、これで
セブンイレブンのビスケット頻繁に買わなくて済みます。うん、そう、外サク、中もちっ。寝れるかな、これ。今日も幸せでございました。一日お稽古頑張りました。え、買った。あ、いけたわ。お稽古も頑張りましたし。幸せ。ごちそうさまでした。みんなも作ってみてね。レシピくれ？え、YouTube、YouTube。しかも、超簡単だからマジで教える。ミルクティーか。ぷっぷーめっちゃ顔うざいやん。ぷっぷーホットビスケット作り方簡単で調べて、一番上に出てくるクックカフェ村さんっていう、クックカフェ村さんっていうこの方の動画、ちょっとあのサムネがちょっと見たいよねっていう、一瞬だからちょっと見て、一瞬、せーの、これ調べたらすぐ一番に出てくるんで、これです。
大変、超簡単。材料から集めなきゃ、あのね、材料は強力粉、ベーキングパウダーだけかな。あとは基本あると、あ、まあ無塩バター、まあ有塩でもまああんま変わんないでしょって話なんだけど、私はね無塩バターと、あ、強力粉、あと無塩バター、あとベーキングパウダー、まあ無塩バターじゃなくても有塩バターでも全然いけると思う。そうあとはもう砂糖があれば、砂糖と、まあ、塩入れなくても、入れても味変わんないけど、めっちゃ簡単です。この粉を先にもう全部入れるんですよ。粉を全部バーって入れて、そこに冷たいバターを入れて、冷たいバター崩しながら粉と一緒に粉々にするんです。でちょっとしっとりした粉みたいな感じになったら、あの牛乳 110g ぐらい入れて、まあでも 110g の私多かったから 100g ぐらいでいいんじゃないかなって思うんだけど、混ぜて、でいい感じにもっちりしてきたら切り分けて、あの200度のオーブンで20分やるだけ、完成って。本当にそんな、本当にそうなの、何なのか教えてくれ。ホットビスケットで、ホットビスケット、ホットビスケットか、違う、作り方簡単って調べたらね、クックカフェ村さんっていう方の1年前の29万回再生されてる動画が一番出てくると思うので、それで作りました。日付変わったら真剣に魚するから、美咲さんファンをつってねうまいこと言わんでええねん。もうね、いつもお魚にはお世話になってます。コーヒー牛乳、イエス。これは朝入れたけど、結局飲まずに、気づいたら出る時間で、あの出る時間はもう出る時間だなと思って、パッて台所見たら、入れたてだったコーヒーがあって、あー、もうお家帰ってからでいいやってなって、一回ラップして置いておきました、冷蔵庫に入れて。結構しっかり焼くの。そうね、でも20分だよ。18期受けようか迷ってる子に向けて、背中を一口を流しますが、いや、マジで受けて後悔の方がいいと思います。受けなかったってなったらさ、もし私があの時受けようって思ってたら、って思うじゃないですか。そう、まあ受かったらラッキーっしょみたいな感じで受ければ意外とっていう時もありますよね。はいはいって。そうなのよ。チャンスは掴んでいきましょう。余談やけど、海で岬もあるって船、なんか岬っていうさやつ、多いよね。なんか、なんだっけ、岬寿司みたいなやつが東京に、お寿司だっけ、なんかあるんですよ。そう、それを見つけたダンレボの人たちが、一回そのダンレボの方が見つけて、なんかあのね、すごい、見てこれ今日見つけたんだよね、みたいな感じになって、楽屋でめっちゃ話題になって、もうそれからというものの、見つけたら私にみんな送ってくる。もう、ええんよ、みたいな。もう、ええのよ。回転寿司なのかな、わかんない。
ていうお寿司かなあるんです。ええー、よって言うぐらいみんなね、そう、先寿司かな、そう寿司だった気がする、確か。58分、まあ行ってないんですけどね、三崎寿司行ってないんだけど、本当になんか途中通りかかったよみたいな感じで、写真超ブレブレに写真送ってくる人とかいますからね、まあ、撮るならちゃんと撮れいいとか言って。かばけつさん、バラ、竹本さん、ハートありがとうございます。じゃあランキング見ますね。13位札幌の波さん、12位ゆきひらさん、11位 MD ザナナさん、10位タラバガニさん、9位かばけつさん、8位いっちゃんさん、ミスさんはにゃな、にゃにゃいって7位ジョークスノさん、6位ブレイブフェニックスさん、5位ユタポンさん、ミスさんは4位ソムジカゼさん、3位桃本さくらさん、2位アナネさん、三坂聖子さん、1位竹本さん、ミスさんはでした。ということで1893人の皆さん、ちょっとでしたがありがとうございました。はい、ということでありがとうございました。おやすみ、いい夢を見てくれ、おやすみなさい、アンニョン。